ワンパーということで、マイパイセンルート、続きの方をやっていくんですけれども、いや、もう、この二人、誰も止められませんね。いや、前回の最後の方を見ました。もうなんかもう二人だけネズミランド行ってますみたいなね。もう、のぞみさんとこうせいくんですかみたいなね、感じになってましたけど。いやー、もう、あれですね。まあ、例のシーン半分ぐらい見たんですけど、まあ、まゆさんのそのコンプレックス、まあ、自分の魅力みたいなところ、に自信が持てなかったのが、全部ね、こう、吹っ切れたみたいだね。はい。いやー、これはもう、まゆさん幸せでしょうね。もう、例のシーン2回目も早そうだな、というところで、じゃあ続きの方を見ていきたいなと思います。幸せその日の昼休み、中庭でも、で、もはや、だいぶ恒例になってきた、昼食後の、ひとときを過ごした後、ルビが振ってあった。ひとときって振ってあるな。研究室用のお茶菓子を手配しようと、一度寮に戻るべく二人で歩いていたところ。そうだ、サトルくん、今日の放課後なんだけど。お、ん？理事長はまだ返事くれないし、急ぎの作業もないし。ってことは、やるしかないだろ、これってことですか？もう二回目？私たち無事に心と体で結ばれたし、本当に2回目っぽいなこれ。なんか本当に2回目っぽいぞ。つくづく噛みしめてくれるな。だって本当にたくさんサトル君に子宮丼してもらっちゃったんだもん。いや、まゆさん乗ってきたね。いや、そっか、もう、こういうね、もうなんかいろいろとタガが外れるとこんな感じになっちゃうんだな、まゆさんな。その通りだし、喜んでくれてるのは俺も嬉しいんだけど、その言い方マジでやめておこうか。とにかく、そういうわけで。うん。小鳥のところに報告に行かない？あ、真面目なやつなのね。あ、結構、あ、結構真面目なやつなのね。で、今の流れ何だったんだよ。一緒に？お、へー。サトルくん、そういうこと言っちゃうんだね。おお、まゆさん、なんか面白くなってきましたね、まゆさん。表現力豊かになってきたな。お姉さんが大事に守ってきたバージン奪っておいてね、俺関係ないしってしらばっくれるんだねえ。報告しに行かないとね。そうじゃない、むしろ誰に何を言われようと俺だけは関係あると言いたいくらいだ。その俺はマユ先輩のすべてをもらった男なわけだからな。はい、この切り返しね。このサトルくんの切り返しね。だよな。うん、ごめんなさい。調子に乗ってちょっと嫌な絡み方しました。嫌な絡み方。なんか中盤ぐらいにもあったよね、マユさんの。でもこれがなんかマユさんの素なのかもしれないな。こういうところが。あと、ギュッとして。そんなこと言ってもらえたら私もうダメだよ。じゃあもう屋外でするしかないだろ、これも。まゆ先輩は可愛いな。そしてまたこの SDA が出てくると、笑いながらギュッとした。するとまゆ先輩もギュッと俺にしがみつき、おでこをグリグリと俺に押し付けるみたいにしてくれる。あー、いいな。初体験の後、結局俺たちは、好きあらばこんな感じだ。好きあらば。一緒に来て。そう言われたら、もちろんご一緒させてもらうけど、そもそも大丈夫なのか？俺を研究棟に連れてって。サトル君は私の助手だよ。立場的には何の問題もないでしょ。余計なことをしないでおいてくれるならってことか。まあな。それに、私は今までも定期的に小鳥のところに行ってたからね。ああ、うん。あの時もな。そうだった。サトルくん、ちょうどその時研究棟に忍び込んでたんだった。そのことについてはあまり触れないでいてくれると助かる。お互い知ってのこととはいえ、なんとなく立場が。ちょっとな。まあ、若干な。じゃあ、銃で口塞いで。もう立場関係ないもんね、もう今ね。立場とかそういう難しいことはいいと。もうとりあえず中で口塞いでくださいと。いいですね、まゆさん。
最高だわ。下、下じゃないんで。なんだ下って。何をしたんだそれ。もう、サトルくんたら。なんで今真っ白になったのね。ね、下って何ね。バックログ画面だ。ね、真っ白になって下だとさ、もうな、もう事故みたいな感じになってるけど今。はい。普段はあんな夜遅くに行かないんだけどね。あの時はほら、ちょうどサトルくんのことを意識し始めた頃だったから。あ、出た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 、ぬるぬる動くやつすごいなこの動き、見てくださいこの今ちょうどこれカーソルと一緒に動かしてるけどめっちゃぬるぬる動いてる。くすぐったいくすぐったい、というか結局話が続いているんだが、もう一回してってこと。どんどんおねだりが上手になっていくな。あー、これはね、殺し文句ね。お姉さんが使っ、お姉さんキャラが使っちゃいけない、ね、何、プレイヤーをダメにする言葉ランキングトップ10には入ってくる。ダメ？上目遣い。最強ですね。悔しいくらいに嬉しくなってしまうんだけどさ。そしてしたんだろ？やめろ、だからその。おーし、いや、マジでするんかい。じゃあ今の白いの何だったんだよ。下まで入れてもらっちゃったよ。もうその白くビャってなるやつさ、ね、あれする時のやつだからね、こういろいろとこう極まってあれする時のやつだから入れるよ。もう入れるに決まってる。意味深なんでだから。なんでそんな意味深な言葉で話し合うのこれ。これ外でさ、なんかナナミさんとか聞いてたらこれ大丈夫か。他のものも私に入れてくれたサトルくんだもんね。すごいな、もう。あー、もうそれで。ごめんなさい。まあ基本寝てる小鳥に愚痴だったり弱音だったりをこぼしに行ってた感じではあったんだけど、うん、実を言うとここ最近はサトルくんとのことばっかりになってたんだ。そうだったのか。うん、サトルくんと恋人同士になってからだとほんとめっきり。今日はサトルくんにこんなことしてもらえた。うん、でもこれは恥ずかしくてできなかった。サトルくん、私のことを嫌になったりしてないかなみたいに。あー、でもすごいよね。まあ報告というよりなんかもうなんだろうね、独り言みたいな感じでこう話すんでしょ、それを。なんか小鳥さんは小鳥さんでさ、もしなんか意識があってそれ聞いてたとしてどう思うんだろうな。それはそれだよ、なんか面白そうだよな。小鳥さんがその聞いてたとした時の心境。 いや、相手は強制的に眠らされている人で意識はないから大丈夫。そうですね。ありがとうございます。そうですよね、意識がないからね。うん、でもし聞いてたとかそういうのないからね。うん、確かに普通に聞かれてたら俺の方が恥ずかしくて死にかねないが。だからね、もう小鳥にも実物を紹介しちゃいたいなって。なるほど、まあそうか、意識はないけど、うん、まあな。体を離すと、まゆ先輩はにっこりと笑って、なんかさ、この流れってか、小鳥さんにさ、こう、紹介したいっていうか、いろいろわかるんだけど、なんか仏壇に行くみたいな感じになってんだよな。なんか、嫌だな。なんか嫌だな、っていうか。まあいいんだけどさ。サトルくんのこと、自慢しちゃいたい。そっか。つまりまあ、これはまゆ先輩の気持ちの話なのだ。そういうことならますます俺が乗らないわけがない。分かった。じゃあ放課後になったら迎えに行くよ。うん、ありがとう。待ってるね。今からなんだかドキドキしてきたな。なんかほんと仏壇に行くみたいな感じだよな。なんかね、嫌な表現使っちゃってすいません、申し訳ないんですけど。そんなわけで放課後行くんだな。マユ先輩と合流すると、二人で研究棟へと向かう。俺はマユ先輩の認証で、一緒に通してもらう感じなのか。そうだね。だから今後も、一人では入れないからね。入る気はないよ。わかってる。
そうそう、じゃないとサトルくんが一人で会いに行ったなんてって、うん、小鳥にやきもち焼くことになっちゃうからね。そっち？そっちなんだ。そっち？そっちよな。だって他のことはサトルくんもちゃんと気にしてくれてるでしょ。あー、ちゃんと信じてくれてるってことね。まゆ先輩にやきもち焼かせないようにってことだって気をつけてるよ。それは嬉しいな。安心して夢中になれちゃうね。そうだね。じゃあもっと夢中になっちゃおうかね、研究室で。やめとこうかこれ。危険がいいみたい。え、危険がいいってなんだ。機嫌がいいみたいだな、まゆ先輩。よっぽど、あ、よっぽど俺を小鳥さんに紹介できるのが嬉しいんだろう。俺は少し不思議な気分だが、以前七海と共に散々に手を尽くして、最終的にはほとんど賭けのような形で潜入した研究棟、そこに今日はこんな普通に向かうことになるとは。確かにな。しかもかつて情報やアストラル認証を盗んだ相手である眉先輩に連れられて、もうよくわかんねえよなこれな。あの時の眠れる少女に会いに、2年前に暴走を起こし、今もなおその存在を伏せて昏睡処置をかけられているアストラル使い。眉先輩の手前もあるし、親父にも今はおとなしくしているように言われている。研究棟内に突破の人間としての目を向ける気はないが、やはりいろいろ考えてはしまう。暴走者の危険性を考えると、確かに小鳥さんのように隔離し昏睡処置を施す以外にない。しかし暴走というものが誰にでも起こりうるとしたら、小鳥さん以外にも同時に多数のアストラル使いが暴走を起こしたとしたら、その対処には限度がある。無論どうやって鎮静化するかという問題もだが、数が増えるほど伏せておくのは難しくなるし、収容場所の問題もある。ここのような施設はまだ数少ないのだ。まあな。でもまだ一件だけなんでしょ、この小鳥さんの。だからこそ暴走抑制法の開発は、仮に眉先輩の小鳥さんへの気持ちを置いておいたとしても必須になるわけだが、開発に成功したら当然今度は逆に世の中へ広めなければ意味がない。その時に全てが吉化学院鷲津研究都市初で大丈夫なのか。開発の発端はメモリー繊維だ。だとしたらいっそ。サトル君どうしたの？突破開発みたいな。いや、それはないか。どういうことにするべきなんだ。いや、ちょっとな。答えかけたとき、それは起こった。え？え？なんか尋常じゃない音したよ、今。向かう先から突如、轟くような爆音と衝撃。向かう先から！それに続いて、ビリビリと窓ガラスが激しく揺れているような音。何？眉先輩は引き返してくる。え？俺は少し。様子を見てくる。そうなのダメ、私も行く。走り出しかけてその大声に引き止められる。俺は振り返ると、あえて厳しい顔で眉先輩を見据えた。何かはわからないが、危険なことが起きたのは間違いないんだぞ。そんなところに眉先輩を行かせられるか。俺はこの手のことには慣れてるから。だからこそよ。だって研究棟に何かあったんなら小鳥の身にも。まあ心配だよな。私のせいであんなことになって、それでまた何かに巻き込まれたりしたら。2年前のあの時、私小鳥に代理をお願いしなかったらって、せめて自分も現場にいたならって。そっか。もう後悔したくないの。私も行く。わかった。本音を言えば無理にでも引き返させたいくらいだが、先輩の気持ちを思えばとても言えたものじゃない。ただし頼む。俺の後ろに隠れているようにしてくれ。まゆ先輩のことは俺が守るから。うん。いや、こういう時のな、サトルくんいいね。俺が守る。行こう。うん。ゆうとくんみたいな感じがするわ。ゆうとくんの方がね、ちょっと圧倒的に強いんですけど、二人で駆け出した。研究棟に近づくにつれ、ビリビリとした振動はどんどん強くなる。振動。
一体何が起こっている。そうして研究棟への道を走り抜け、開けたスペースに出た瞬間、おお、なんだなんだなんだ風の、あ、え、ものすごい風が俺たちを打ち添えた。え、これあれ、なんか、なんだったっけ、なんか風の能力とか言ってたよね、確か、小鳥さん。同時に研究棟の入り口から多数の警備員たちが弾け出た。まさしく吹き飛ばされ、弾き散らされたかのように。なんだ?腰を落として舞先輩をかばいながら素早く視線を巡らせた。内部からの風はその強さを増すばかり。内部からか。もう内部というかもう今さ、外まで来てるけどな、これ。窓ガラスは今にも割れそうなほどにビリビリと激しく震えていて。何か爆発が起きたにしては変だ。衝撃が持続しているなんて。一体中で何が?まさか!小鳥さんってことですか?パッと眉先輩が息を飲んだ。え、こんなやばいの?え、相当な暴風じゃないこれ。その時、再度の爆発的な暴風。あ、突風。それに弾き飛ばされたらしき、警備員がまたしても研究棟の入り口から飛び出し地面を転がった。そして、今度はそれだけではなかった。轟音と暴風とともにゆっくりと、細く白い人影も。え?小鳥!え?いや、もうなんか正気じゃないよ、もうなんか、ねえ。小鳥さんこんな、立ち絵なんだ。いや、なんか怖いんだけど、ちょっと、病んでるみたいな。間違いない。あのカプセルの中で眠っていた女性。昏睡状態を維持されているはずの、伊勢小鳥さんがそこにいた。え、なんで解除されたの?小鳥!待て、先輩!反射的に飛び出そうとした先輩を腕で遮って押しとどめる。どうして昏睡状態から目覚めたのかはわからないが、一目見ただけでわかった。焦点が合っていない目。うつろな顔つき。なんかね、病んでるみたいな感じになってるけど、まあ、多分、なんか、これが暴走状態ってこと?何より彼女を中心に吹き荒れる、このとんでもない風。これは、暴走状態のままってことだろ。クレーンの倒壊事故が起きたのも納得だ。警備員たちを吹き飛ばしたさっきの突風といい、とても人間技とは思えない。もともと大気を操る能力者だったとのことだが、その出力が跳ね上がっているせいでほとんど歩く竜巻のようだ。今すぐにでも逃げるべきだ。冷や汗を流しながら反射的にそう考えた。それほどに危険だった。いや、そうだよね。なんか、舞ってくるさ、そう、あの、ガラスとかは割れてさ、ガラスがブワーってさ、ぐるぐる舞ってたらさ、危ないもんな。早く離れないとな。だが、再び素早く視線を巡らせる。吹き飛ばされて地面に転がった警備員たちはどうやら意識を失っているらしい。まあ、しゃあないな。そして中からの増援はない。となると、来るとしたら警報を受けて、校舎から。しかし、その前に小鳥さんが校舎の方へ向かったら、いやもう大惨事やろ。俺たちで、なんとかするしかないな。サトル君。幸い、今は動きを止めているが、いつ動き出すか知れたものじゃない。そうなっても、小鳥さんを校舎へ向かわせるわけにはいかない。学生に被害を出すわけには。ちょっと嬉しそう。小鳥に、傷つけさせるわけには。そうだね。ああ、だからせめて警備の増援が来るまででもここで押しとどめておかないと。警備員はこの万が一の事態に一応備えてはいたらしい。見たところ手にしているのはゴム弾やネット弾を使用する類の非殺傷性の暴動鎮圧銃だが、先ほどの様子からして思ったような効果は上げられなかったんだろう。もうそれすらもな、巻き込まれたんだろうな。何せあの風だ。ネット弾は吹き飛ばされる。ゴム弾ならまだマシだったんだろうが、速攻性があるわけじゃない。そしてそれは、麻酔の類も同じ。となると。サトル君、でも、どうやって止めるつもりなの?とにかく気絶させれば、
ひとまずリンクを立てるんだよな。だったら、そうするのみだ。なんとか距離を詰めて当て身を食らわせる。ああ、もう、それしかないか。まあ、まゆさんには悪いけどな。意を決し、俺は地面を蹴って突進した。同時に能力で反射速度を上げる。動きを止めていて、風も先ほどよりは弱い、今が好機だ。このまま。ゴー?ちょっと待って、意識あんのか?反応した。おーで、どうした?巨大な壁がぶち当たってきたかのような爆風。爆風スランプ。俺は文字通り吹っ飛ばされ。え?耐えられなかったの?詰めた以上の距離を宙で逆行し、地面に叩きつけない。えぐ。一瞬どちらが下かもわからず、なんとか受け身を取るので精一杯だった。悟れた大丈夫だ。大急ぎで羽を切る。小鳥さんはなんかすげえ意識ありそうだけど。まずい。もうすっかりこっちを認識している。意識はないはずだが、ひょっとしたら一点範囲内のアストラルを感知でもしているのか。どうあれ、追撃が来る。前先輩、下がって。小鳥、ダメ。叩きつけるかのような突風が俺たちを襲った。背後で木々が激しく揺れ、地面からはえぐられたかのごとく土が吹き飛んだ。が、あれ?なんか風が止んでるっぽくない?その激しい風は俺たちには届いていなかった。まるで壁でもあるように、ちょうど真由先輩が手をかざした前から地面も無事で。真由先輩、能力は?防げたみたい。真由先輩の能力はアストラルの固定だ。空気中に見えない壁を作り出すようなものだから、確かに小鳥さんの風を防ぐには有効だ。ありがたい。でも私の能力じゃこれが精一杯だよ。なるほど、それで近づいていくってことね。防げはするけど、鳥を沈めてはあげられない。今ここにサトル君を罠にかけたあの装置があればそうか、でもそのままじりじり前に進めないのか、固定してるから。ないものはしょうがないな。やはり何としても俺が接近して気絶させるしかない。舞先輩はそのまま校舎への道を塞ぐ形で能力を使ってくれ。俺はもう一度。おー、何声かわいいな。どういう待ってダメだ。小鳥さんはもはや自分の周囲を巻くように風を起こし始めている。これじゃ距離を詰めるどころか近寄ることすらできない。小鳥私だよ、マユ。そんな時、俺の言う通りに場所を移したマユ先輩が泣きそうな顔で小鳥さんに呼びかけ始めた。お願い、もうやめて。あなたのことは必ず何とかするから。私とサトル君が。うん。小鳥、私ね、恋人ができたのここでカミングアウト。こんな私でも好きになってくれる人と出会えたの。あなたにも紹介したいの。だからお願い、今はもう通じてくれ。懸命で必死な刹那の呼びかけ。なんか可愛い。だがそれは親友には届かない。暴走状態はやはり正常な意識ではないらしい。小鳥さんはうつろな目を見開き、うめき声のような声を漏らすばかりだ。それは真由先輩にもわかるはずだが。小鳥、それでも真由先輩は悲痛な声で叫ぶ。小鳥さんの周囲にさらなる突風が巻き起こる。もはや地面を踏んでいる俺の足がずれるほどの勢い。どうすれば。約束は必ず果たすから。お願い小鳥、今はもうやめて。そんな時だった。ま
ごいな。すごいな。よく思い出したな。コトル！全身の力で絞り出すように。荒れ狂う海の底から、ほんのかけらのような意識を命がけで浮上させたみたいに。ビクンと真由先輩は背筋を伸ばした。本当にそんなこと私に、いつも私を助けてくれたことにが初めて私に助けを。ああ待ってて小鳥。まずい。二人の関係は話を聞いただけでも、真由先輩が小鳥座に依存するような形だったのはわかる。そんな相手から初めて助けを請われて、真由先輩が奮起するのだ。だが、まずい。あの様子だともう矢も盾もたまらず、俺が静止しようと突進しかねない。だから、その前に何としてでも俺が。決意した瞬間、俺は最大限に能力を振り絞った。あまりに脳に負担がかかるため、普段なら絶対に行わないレベル。だが、今はそんなことを言ってはいられない。サトル君！マイ先輩は下がれ！身体能力や反射速度だけじゃ足りない。視覚速度も、いや、思考速度すら無理やりにでも上げる。何それ？吹き出る油汗、激しい頭痛。だがそれを必死に噛み殺して俺は突進する。そして同時に超強化した知覚力で風の流れを認識。何それ何それ、いいね。その強さとパターンを解析し利用して、あ、なんか一等シュラーみたいになってる。懐かしい一等シュラー。うおー、小鳥さんに向けて吹き飛ばされる。なるほど。そうして一気に距離を詰め、小鳥さん悪い。その勢いのまま小鳥さんの溝落ちに当て身を叩き込んだ。小鳥さんはうめき声を漏らし、そして一気に脱力した。その途端、周囲に吹き荒れていた風も嘘のように止んだ。やったか。あとは意識を失った小鳥さんをなんとか受け止め、地面に寝かせるので精一杯だった。俺は頭が割れそうな頭痛と全身の激痛でその場に崩れ落ちてしまった。サトル君、小鳥！いやー、真由先輩が駆け寄ってくる気配。俺は最後の力を振り絞って手を挙げ、親指を立ててみせて、そのまま意識を失った。かっこいいな。グッつって、もうサムズアップしてバタッつって、かっこいいな。はい。ということで、じゃあ、今回はここまでにしたいなと思いますが、いや、唐突にすごい回だったな。いやー、あとさ、小鳥さんの伊勢、なんだったっけ、名前忘れちゃったけど、理事長さん、全然似てね。ちょ、一言、言わせてもらうんだけど、理事長さんの子供でいいんですよね、あれね。面影が全くナッシング、ナッシャブルなんですけど、大丈夫ですかね。はい。ちょっとお母さんに似たのかな。はい。まあ、そんなね、感じ。ちょっと野暮かな、今のは。そっか、なんかずっと思ってたんですよね。あれ、これ伊勢系の子だよな、と思ってたんですけどね。もう全然なんか面影が、なんかね、どこか似てるね、あれだったらいいんですけどね、全然似てないみたいな。はい。まあまあ、そんなことはさておき。いや、でもあんなや、なんか台風みたいな能力なんだな。やばいなぁ、小鳥さん。いや、そりゃ、確かに、ちょっと恐れられちゃうし、まあ、ああいうカプセルのところにな、入れられてしまうのもなんか納得っていう感じですけど。まあ、この後な、じゃあどうするんだろうって感じだよね。はい、じゃあ次回も、まあお楽しみにということで、まあちょっと例のシーンは、なかったね、逆にね。こう、なんかすごい、緊迫したシーンがね、入ってきて、ちょっとびっくりしちゃいましたが、はい。まあ、とりあえず次回もお楽しみにしていただければなと思います。まあ当分なんか例のシーンは来なさそうな雰囲気ですね。はい、ということで、じゃあ、バイバイ。